忍者フェイスカバープレゼンツ BJJWAVE。 はい、下北です。岡ピンです。石井道場石井です。はい、今回はこの3人でお送りしたいと思います。はい、今日のお題は3つです。はい、駒沢2連戦総括。はい、 IBJJF 日本選手権総括。はい、 JBJJF 東日本見どころ。はい、この3つでお送りしたいと思います。はいでは最初に、はい、駒沢2連戦総括。はい、ということで、はい、3月25日、日曜、26日2日間ですね、はい、土日にわたって開催されました、マリアンスプロジャパン2023、はい、そして、東京スプリングインターナショナル2023ということで、この2日間、であとね、金曜日からマットセッティングやら何やらかにやらで、もう俺からしたらもう 3days、もうで駒沢もう通ってました。もう遠い中通ったんですね。いやだってホテル高かったんですよね。高いで、あそこって駒沢大学だからなんかありそうだと思って高くてなくて、はい、で駒沢大学ちょっと寄って渋谷じゃないですか、はい、やっぱだからあそこら辺ってやっぱ高いですよね、はい、でこっち側に行って洋画だったりなんだりかんだり行ったらあったのかもしれないですけど、はい、もうそこまでやんないでもういいなと思って行っちゃいましたよ。しかもちょっと雨も降っちゃって、はい、もう大変でしたがこの、土日行ってきました。で土曜日が、マリナスプロジャパンということで、これはグアムの大会、うん、で一応その運営の、窓口というか運営の下請けが ASJJF 越後籠原、はい、で日曜日の、東京スプリングは完全に ASJJF 主催、うん、ということで一応ねその運営、まあ、舞台設定は全部一緒なんだけどバナーだったりそのテーブルクロスだったり、なんだらかんだらちょっと変わって、あと運営の方も、ちょっと変わったりして、うん、やりましたね。で一応そのヒューリープロモーションっていうのがマリアナスの、関連大会をやってるのがこのヒューリープロモーションが、エキソン籠原とやってっていうところ、もともとそのあそこの大会を持ってきたのが俺が持ってきて、もう2年コロナ禍前の2019年かなにマリアナスプロジャパン1回目やったんだよね。でそこで風間君だったり、トーマスだったり、なんだりが出て、あそれよ、浅草でやったのか、その次にもう浦安でやってるんですよ。だから3回目になるのかなっていう感じでそれやって、その要はこの大会はずっとお伝えしてる通りグアムの大会を日本に持ってこようっていうのがこれで、グアムの選手がもう何百人も出て、何百人ってもうちょっと大きさで200人ぐらいだけど出て、でも多かったよね。いや多かったです。で、まあ、キッズ大人でやっぱそのぐらい出たんで、それはすごい大きかったですよね。でこの大会で勝った人たちが、グアムに行くと。でグアムのそのやるマリアナスプロマリアナスオープンかで、まずちょっと開催時期ちょっと6月、最初5月のゴールデンウィークって言ってたんですけど、はい、はい、それが変わりまして予定が変更になったのが6月ぐらいになるっていう、まだそれも俺決まってませんっていう感じで、これがなったと。でまあ日本で、勝った選手たちが行くっていうことで、アダルト黒帯の無差別級チャンピオン、グラント・ボグダノフ、はい、で茶帯のチャンピオン、無差別級のチャンピオン、一応ね名義上はエリック・メネギ、はい、で紫帯のチャンピオンが、岡選手、パトスタジオですね。あとは岡選手ですね。であとは、女子の、黒帯の無差別優勝がペルナンデ・クリスト、はい、でマスター1の、黒帯オープンクラス優勝が、ホジェリオ・クリスト、はい、であとは、チームの、キッズのチャンピオンが、カルペディウム・ミタ、はい、でマスターの、チームチャンピオンがオーバーリミット BJJ、 そしてアダルトのチャンピオンが、インファイトかなということで、この人たちのチケットがトラベルパック、飛行機代、ホテル代、あとは、大会の参加費が全部出て行くって感じで、すごいだから今回の大会はグアムからいっぱい来たね、はい、で今回の大会で勝った日本チームがグアムに行くっていう、はい、この国際交流っていうのがこの大会の趣旨で、グアム政府観光局の方も来ていただいて、うん、だから俺もう来てなんか挨拶やんのかなと思ったら別にプレゼンテーターもなんかちらっとしかやらなくて、本当見てるだけで。あの人たちどこにいたんですか？俺も分かんなかったんだけど端っこの方にいたみたいです。だからミユさん連れてきて、はい、一応そのスティーブ清水っていう主催者と合わせたんだけど、はいはい、でスティーブもそのままミユさんを連れてくること思うけどそのままじゃあお疲れ様みたいな買っちゃったらしくて、はい、ミユさんも会ってないっつっててみたいになってて、ちょっとそこら辺、まあ俺もこっち運営じゃなくて撮影の方やってたからあれだったんだけど、はい、だからそので。今までそのグアム政府観光局、まあ俺グアム行った話してあの方と話して会ってたんだけど、向こうでちょっと主催の方から聞いたらスティーブから聞いたらどうやらちょっと半信半疑だったと、うん、日本大会ってこんな来るのか盛り上がるのかみたいな、うん、大会を見てこんなすごいことやってるのかっていうことで今回はもう。プラスアルファのバジェットも出て、はい、すごい豪華になりました。であれはすごいだからそういうあんだけのことをやってでグアムの人たちもいっぱい来てるのを見たしでグアムだけじゃなくて韓国だったり香港だったり中国だったりなんだりっていう人たち来てでそこで勝った負けたしてるからすごいグアムの人たちからも良かったっていうそのお墨付きをいただいたので、もうこれは非常に、運営的には大成功だったと。マリアナス単体だったら何人ぐらいだったんですか？マリアナス単体で550とかですかね。次の日はめちゃくちゃ多かったんだよ。だってそうなんです。だからマリアナスって土曜日じゃないですか、はい、だから日曜日両方出てる人もいるし、はい、マリアナスが出ない人もいるし日曜日しか出てない人もいて、はい、でけどトータルで言えば日曜日の方が多かったんですよ。ですよね。そうでやっぱりでグアムの人たちもやっぱマリアナスだからそこで全勢力をつぎ込んじゃって大会終わったらもう打ち上げだみたいな感じで、うん、もう次の日の大会でも考えてないみたいな感じでもうパーティー三昧だったらしいので、だからやっぱグアムの人たちも一部だけだよね、土日も出たのはガチ勢だけ。それ以外はもう全然土曜日に全力集中みたいな感じでしたね。だから金曜日に来て土曜日大会やって日曜日オフにして月曜日帰るみたいなツアースケジュールだったようです。はい。だ僕があれもちろんマリアナス行くのが初めてで、うん、ASJJF の大会もあんまり会場に行くことすらなかったので、普通にあれ選手のリスト見ると、うん、グアムのジムを知らないのはもちろんのこと、うん、日本のジムでも知らない名前がすごい多かったです。あ、本当ですか。はい。でやっぱASJF の大会ってやっぱエースの籠原会長でやっぱ日系ブラジル人のことだからこれずっと常日頃から言ってる JBJJF って日系ブラジル人ほとんど出なくて、はい、で ASJF ってで日本人が少ないっていうか、もう半分ぐらいだからもう東京だからまあ半々ぐらいだけど地方行ったらもう7割ブラジル人みたいな流れになるじゃないですか。だからそれが多分東京の大会でもだって日本のチーム東京関東のチームがあってやっぱ大阪だったり、うん、愛知のチームが来ててさらに海外のチームになってるから、うん、で俺も初耳なところいっぱいあったもん、うん、ビッグフット柔術、うん、なんだこれみたいな、韓国みたいな、なんでビッグフットなんだろうみたいな、デカ足みたいな、よくわかんないんですけど、だからそういったところもだそういうずっと言ってたけど単軍対抗戦もあったしアジア対抗戦もあったし、すごい本当個人的な興味深いものがありましたね、うん、試合的にも。で僕は JBJJF で、うんあれ10面やるとしたら、やっぱりレフリー足らないよねって話がよく出てきてる中、今回10面だったじゃないですか、はい、それでレフリーのメンツを見ても、1マット2マットはまあいつものコックスだねなんだかんだと知ってるレフリーが多いけど、もう遠くの人なんて顔見ても俺もそうです。どちら様ですか。だから日本人もなんです。俺初めて会った人、はい、で初めてこの人はもうレフェリーやるんだっていう人もいたから、はい、もう現場でいきなりこういうメンツなんだっての初めて知りました。だから結構知らない人もレフェリーやってたりとか、あもうねあれまだねマスターで1000キロで出てる選手がレフェリーやってたりとかね。で今はかなり減ったけど選手がレフリーもやってるんですよ、はい、だから試合やってレフリーやってまた試合やってレフリーやってみたいな、それでちょこちょこやってる人もいるし、はい、あとそういう JBJ それないじゃないですか。あ少ないですね。そう少ないですよね、はい、けどそれが結構やって結構回したりしてたから、うん、でフルタイムでやってる人ももちろんいるけどやっぱそういう選手を兼任してる人もいたし、うん、だ結構それはちょっとあったかもしれないですね、うん、であとまあ今回は配信もやりました、はい、でちょっと俺が頑張ってでまあ、ちょっとトラブルもあったけど、うん、まあおおむね良好でしたかね。でやっぱ今回結構注目試合もあったし、はい、でこれ、まあ、一応バジェットもあったからちょっとやらせてもらって、うんまあまあ良かったかなと思っております、はい、石井さんどうでしたか。もうっていう注目試合って言ったら多分あれもう今回の大会のトピックで、あれ金谷さんの KIT でも、まあ組もうと何回流れたかわからない大柳対山中っていうカードがここで組まれて、それでどんな試合をするのかって言ったら結構長い試合だけど、まあいい試合でした。いやー、だれなかった、はい、だれなかった。あの時間をずっと大柳選手下、山中選手上っていうので、ずっと見てられる試合って珍しいですよね。で、最終的にはペナルティーが山中選手に入って、はい、0対0で、ペナルティーがマイナス1だから、はい、0対マイナス1ってことで山中選手が負けっていう形になって、試合は終わったんだけど、その前に1回両者ペナルティーがあったんですよね。両者ペナルティーがあって、じゃあマイナス1マイナス1があって、そこでじゃあマイナス1がもう1個入ってってことなんですね。はい、それでエジソン会長に聞いたら、結局両者ペナルティー、ほらダブルガードを重ねる場合は、結局両者失格ってあるじゃないですか。で、サドンデスで両者ペナルティーの場合はどうなんだって言ったら、両者の場合はそのまま続行だと、差がつくまでは。その代わり両者ペナルティーの累積が3つ以上たまったら両者失格になるけれども、それまではあれ1-1の場合は失格にはしないと。あ、そういうことだったんですね。決勝戦とか、いやトーナメントの最後だから、両者失格ってなったら1位2位がいないみたいな、この間のねワールドの扇みたいな、だからあるのかなって思いきや、じゃあそういうことでもないと。はい、それちょっと俺も初めて知りましたね。だから結果としては、何のペナルティーだろうっていうのはありながらも、もう別にあれがあったからって言って山中選手が弱かったっていうわけでもないし、やっぱり僅差も僅差じゃないですか。そうですね。だって試合時間8分で、はい、その後の全部トータルでいったら、だって俺もその試合だけアップしてあるけど、はい、18分ありますからね。そうですね。だから8分プラス8分ぐらいやってるんですよ。はい、だから相当なロングマッチというか、でやっぱであれが本当は ASJF ルールですよね。はい、サドンデスでオーバータイムになって延長戦になって、どっちかがポイント取ったら勝ち、はい、だからお互いポイント要はポイント入れてないわけですから、はい、マイナスされてるっていう、加点じゃなくて引かれてるっていう、はい、っていうところだから、本当もう差はないと、取ってはいないっていうところですよね。だからそれもあって大柳君はちょっと何点勝ったか分からないみたいなようなコメントをしたけども、あれはその SJJF ルールならではのことだったのかなとちょっと思いますね。はい、確かにあれを IBJJF ルールでやったらどうなんだっていうのはちょっとあるかもしれない。もしかしたらパスに対しての結構惜しいパスが何回、2回あったので、そこでもしかしたらアドバンが入る可能性もゼロじゃないかなとは思うし、アドバンほどではないんだけどっていう。IBJJF ルールってトーナメントありきじゃないですか。はい、でだからもうどんなちっちゃな差でもそこをアドバンテージとかにして、そうですね、結果を白黒つけるっていうルールだから、本当のちょっとの差でも、要はパスに行きかけた、だからアドバンテージですなのか、それはアドバンテージもならないけどレフェリー判定でじゃあ勝ちにしますとかいうような、本当ちょっとの差でも優劣をつけるのが IBJJF ルールだから、本当そういった意味ではSJJF ルールの方が明確に勝ち負けがあるというか、でそれだから本当曖昧なところがないのがあれだから、はい、でそれで十何分やってるってことは、よっぽどな僅差ってことですよね。はい、あれは非常に良かったです。今回はその大柳選手が勝ったと、はい、いうことで、ひとまず勝ちになったけど、これ負けると次あったらどうなるか分からないというのはまず一つで、ルールが違ったらまた勝敗も変わってくるかもしれないし、もちろん SJJF ルール、IBJJF ルール、KIT ルールね、いろんなルールありますが、でこれがどうなってくるのかというのはこれからも一つ、はい、注目点かなと思いました。その楽しみを残してくれましたね。そうですね。でここで一つのやったっていう事実、はい、でそれでペナルティーで負けたっていうこと、でとはいえその試合内容を通してみたら差はないと言っていいと思いますよ。はい、はい、という感じでしたね。他に目についた試合ありますか？チャオビのライトフェザーが面白かったです。はい、エリック対斉藤翔、これもね良かったですよね。はい、だから斉藤翔、だからこれ最初からね、この2人の試合どうなんだってなってたけど、はい、そこで高杉海が、はい、なんともどうなる絡むかなと思ってちょっと負けてしまって、エリック高杉が初めにやりましたね。そうで、そこやっぱエリック強いなって、やっぱ自力あるなみたいなって、はい、エリックも長尾2年ぐらいやってるんですよね。で結構長いみたいで、そこでエリックが勝って、で斉藤選手も勝って、で斉藤とエリックでこれがまたオーバータイム、はい、でエリック敗れると、はい、で斉藤翔勝利そして無差別でこの2人が当たって、今度はエリックが決めて勝つ、一本勝ちと。いやだからね、エリックが頑張りました。すごい。やっぱエリックはで、その勢いのまんま無差別決勝まで行って、決勝戦はマイケルと一緒にじゃんけんして、じゃんけんでも勝つみたいな。エリックダブルゴールドじゃないね。だから負けてはいるけど無差別制する、ライトフェザーが無差別を制してますよ。これすごいんじゃないですか。そうですね。それであとは頑張ったのが、ミドル級でマイケが優勝したけれども、それの対戦相手だった藤田選手もマイケ相手に、あれ階級別はまあ奮闘してた、大奮闘。それで近づいたのかなっていう思いきや、無差別でのマイケ対藤田はまあマイケの圧倒的な、いやワンサイドゲームで勝ち方でしたね。いやだから本当マイケはね、ちょっと覚醒した感がありますよね。で動きが切れてましたね。でやっぱ今までちょっとナチュラルウェイトとかオーバーウェイトだったのかなっていうのも、それがやっぱりそのいい感じで削ぎ落とされて、でやっぱ動きが切れてるっていうのもそうだし、やっぱ意識が変わったところはやっぱりでかいなと思いますよ、本当に。でバチッと勝って、でまあ決勝戦もだってエリックとクローズアウトしてますからね。でこれだから、そのエリックが行くのかマイケが行くのか、ちょっとどうなるか分かりませんが、このどっちが出てもグアムの要は精鋭とやっても非常にいい、本当まさに日本を代表する選手が行くんじゃないかなとちょっと思っております。その無差別の表彰台は、マイケ、エリック、トミーでイグルーの3人で行きたかったところが、3決でトミー対藤田で、トミーが圧倒してたと思ったら袖車スイープしたんですよ。でそこで上になった時に袖車エゼキエルが入って死の落とされる、白目向くみたいな。もうあれやったぞってなって、ここで見たんですよね。でポイントが入ったところを見たところ空いてるじゃないですか、下から入れる、でそのまんま死のうとされる、マイケ劇的な勝利だから、マイケじゃエリックです、トミーですね、落とされたね。そう、だからそこでも藤田は勝負強い。そう、やっぱ藤田一瞬も食いたっすよね。いやあそこでやっぱり三強の一角を締め落としたっていうのは、やっぱこれはすごかったなと思っております。で紫どうでしたか。紫オープンから見れてます。紫見てないですよね。そうだ、白坂対岡、岡白坂、岡緑色の子。そうです。で白坂選手、俺も最近知ったんですけど、カルペディエム非常に入ったみたいですね。ということで今回その大会の決勝戦で、階級別はね、ビクトリーに負けてましたね。で無差別は決勝戦に行ったけど、その岡選手だけ、岡選手がやっぱり締めでやっぱ仕事されてました。だからこれもすごいいい勝負してましたね。で岡選手が勝って、パトスタジオがグアム行き決定ということで、紫か黒で、女子の黒帯はフェルナンダ圧倒ですよね。まあそうでしょうね。バチッと一本で、無差別でマスター3の方のホジェレ・クリストがオープンクラス、マスター1のオープンクラスでも最後決勝戦を1本で決めて優勝で、親子でいくと。あ、そうだそうです。で奥さんの分だけ自腹で出して、家族旅行ですよ、家族旅行。いやいや、これホジェリオ・クリスト結構快挙じゃないですか。すごいと思いますよ。であれはね、非常に見応えもありましたね。ホジェリオ・クリストさすがに強い。でその前の全日本マスターで負けてたからどうかなと思ったけど、今回はしっかり勝ち、びっくりしました。であとは女子、今回はその女子の無差別1個だけだったんですよね、グアム枠がね。そうで、けど茶帯で階級別でフェザーで山田かなえで、ライトは1人優勝で、無差別でカノンさん、岸田カノンさん、相手はかなえと相手と北原の相手一緒だったんですよね。2人とも同じ相手だったんですけど、かなえさんはルースター、ナチュラルライトフェザーかなが1階級上げてフェザーで、カノンさんはナチュラルライトということで、ライトは1人優勝でいなくて無差別で2人とも一本勝ち、バチッと勝って優勝で、紫は晴海だね、晴海が一本勝ちして階級別で、これがねまたライト級だったかな、ムンジャールで去年の青帯で3位になった歩みが階級別で負けたんですよ。歩み金城。そう。でポジショニングで圧倒したのに、なんか一本取られちゃって、みたいな、逆転負けみたいな。で無差別でその選手に勝って無差別優勝みたいな。これも非常に良かったです。あとは青木ですよ。で吉永愛さん、ああそうだね、 KIT ではね、奥富さんにけどあれもね、いい試合やりましたよ。でなった試合がやっぱ今回復帰戦ということでバッチリ出てきて勝ちました。階級無差別ダブルゴールド、おめでとうございます。非常に良かった。であとはヘナートシューバーの娘で、3姉妹のうちの真ん中、まあ長女はね、紫フェザーで優勝で、何で無差別出なかったって言ったら、もう看護師かなんかな、アルバイトとか研修みたいでらしくて、だから練習あんまりできなかったから無差別は回避したって言ったんだけど、まあ一応優勝で、次女のハファエルあゆみも今ジュブナイルで、階級別は勝ったのかな。で無差別でニコリンにちょっと決められちゃったけど、まあこれも頑張ってもらってで、三女の香織がこの間の北関東で群馬でやった試合で、俺のキティ好き仲間の諏訪祐希さん、諏訪祐希さんにいつもねキティグッズをあげて、今仲良くしてるんですが、そのことやってまた香りが負けるみたいな。でまあこのでまあけどその3週間も頑張ってたし、非常に良かったと思いますね。であとはね、見たところやっぱグアムの人たち来てたり、韓国だってなんだら来てたけど、やっぱ日本の人たちが勝ってたんだよね。けどその中でやっぱ韓国勢は強いですよ。強かったですね。強いで、韓国同士の決勝戦とか結構あったからね。それでバチバチやってましたからね。やってた。で韓国もだから韓国同士で本柔術はワイヤー柔術、韓国対韓国で、要はね、日本でいうとこのパライスラ対カルペディエムみたいな、パライスラ対トライフォースみたいな、そんな感じで日本のトップチーム同士がやるみたいな感じが日本でも行われてたから、これはすげえなと思いました。やっぱ韓国はね、やっぱその勢いはで若い選手多いじゃないですか、で勢いをすごく感じましたよね。ビンビンでした、あそこら辺の人たちが。本当今度のだって7月になってIBJJF アジアあるでしょ、それが本ちゃんだと思いますからね。で日本の人たちも IBJJF アジアすごい照準を絞ってるじゃん。でその前にやっぱ韓国の人で、アジアだから韓国の人たちだったり、グアムの人たちとやっとくってことは、やっぱ海外の人と組んどくのはやっぱ一つの経験として良かったですよね。だから IBJJF のアジアまでの間に試合がやっぱり関東圏が全然ないんですよね。だからあれ、若い選手たちはアダルトは全日本オープンがあるんだけど、マスター世代はそこに間に試合がないから。あれ無理くり東日本に入れて、それでも3ヶ月空いちゃうんで。ああ、そんな空いちゃうんですね。7月ですよね。いやー、やっぱそうなってくるとちょっと試合間隔空いちゃうから、まあここで一発っていうのは、あともう一回ぐらいどっかでねやれたらいいし、であとはもうやっぱこんで海外勢が来てたから、海外勢ってやっぱ練習じゃなくて試合で組んでおけたっていう、その経験すごい大きいと思うので、これも非常に楽しみだと思いますね。でこのグアムの大会本戦がどうなのかちょっとまだ分かんないですけど、各国からで6月だというような形で今調整中なので、それも分かり次第お知らせだと。一応俺がマネージャーのはずなんで、マネージャーのしないところでエジソンの話が進んでるっていうね、ちょっと後から報告になってますから、もう最近ないがしろにされてますから、まあまあそれはそれでしょうがないっていう感じで、マリアナスの方も良かった。その次の日、東京インターナショナル、東京スプリングだ、東京スプリングインターナショナル、とりあえずインターナショナルつけてきゃいいやみたいな、国際つけてきゃいいや、名前だけはつけてきゃ、まあまあ、これも韓国、日本、いろいろありましたから、石井さん、どうでしたか、韓国、韓国じゃねえや、東京スプリング。東京スプリング、あんまりちゃんと見た試合、何を見たんだろう。そうなんですよ。でね、東京スプリングはね、やっぱりグアム勢がみんなパーティーザンまでいなくなっちゃったんで、あんまりね、おっていうのはなかったんですよ。だから結構白青の子で、あ、いろんな練習したことある子たちが、あ、出るんだ、頑張ってね、頑張ってねはあったけれども、特にあれ注目する試合って失礼だ。いや、だから着用ですげえ変わってなんかありました。1マット見てて記憶にございません。1マット見て、わ、高田信彦来てる。あ、高田さん来ました。高田さんとね、結構いろいろ話しましたよ。高田だって昨日まで俺が座ってた場所に行ったら、あ、高田信彦座ってる。俺の場所がね、高田さんとアラバンカや3人で一緒になってあれこれ喋りながら。その前の日は僕らがね、いちご大福食べてた場所で。そう。いや、高田さんもう会場で、いや、あれかどうだああだこうだっつって喋って、でやっぱいろんな話をして、やっぱ高田さん、いや試合時間何分なのなんつって。結構本当競技的な、今まではその柔術テクニックなんだかんだっていうのはあってたかもしれないけど、はい、競技的に見てみてやっぱどうだったっていろいろ話できたので、これも非常に良かったと思います。またいつかね、その高田さんの話は、改めてしたいと思ってますが、はい、非常に良かったです。あとはね、はい、個人的にはやっぱりあれですよ、諏訪勇樹さん対、そのキティちゃんの子ね、キティちゃんの子対マリアナ・カオリの3連戦の3戦目だったんですよ。3連戦ってなんですか。そう、要は群馬で、はい、やったんです、北関東オープンっていう、はい、そこで俺が行かなかった時なんですね、はい、ナビマガジンかなんかの締め切りがあって、これ行くのやめたんだけど、そう、迷ってた最後そこでマリアナ・カオリ対諏訪勇樹の一騎打ちがあったんですよ。そこ初対決になってワンマッチ決勝戦っつって、でまあ諏訪勇樹さん勝ったんですね。でそれでわってなって、その2戦目がマリアナスだったんですよ。でそこでお互い1回戦勝って決勝戦でやって、諏訪勇樹さん勝って、で3戦目なんですね。で昨日の今日だから、諏訪勇樹さんが今日もよろしくお願いしますみたいな感じで来たんですよ。香りがガン無視、もう目も合わせないので、諏訪勇樹さんが言ってるのに目も合わせなくて、うわそんなにバチバチなんだと思ったら、まあ頑張ったけどまた負けちゃったんですね。でその後にで泣いちゃって、で諏訪勇樹さんが「ありがとうございました」って来るんだけど、またガン無視で諏訪勇樹さんちょっと戸惑うみたいなでその後にそうガチンコで、いやもうだんだん良くなってはいるんですよ。俺試合動画見たんだけど、その北関東も、北関東の時は諏訪勇樹さんボッコボコしたんだよね、ポイント10何対0みたいな感じで、でまあ初対決だ、やっぱ強いなってなって、けどそのマリアナスの時は結構頑張ったんですよね、うん、で勝たなかった、日本だから取ったのかな、ちょっと覚えてないけど、けど攻防があったの、うん、で3回目のその東京スプリングの時もディープハーフとか入って、もう返せそうなところまで行ったりしてたんだけど、やっぱ負けちゃったんですよ、うん、でだんだん試合内容はいいんだけど、ちょっと負けちゃってて、でその後に香りがいたから、どうだったんだあれっつって。やりたくねえみたいなやつ3回負けちゃったから、でどうなので、やっぱ相手何がついてても返せなかったみたいなやつで、で次の大会またったら嫌だなみたいな感じになってなんかちょっとね、ちょっと切なくなりましたね、香り。ちょっと俺諏訪勇樹さんね、うん、ちょっと頑張ってるからちょっと応援してるんだけど、で香りもなんかねちょっと語りたくなりましたね、本当にちょっと切なくなりましたね。で上2人が頑張ってるじゃん、うん、で上2人が結構勝ってる中で、下の子がそうなっちゃうと、やっぱ姉ちゃんとやっぱ兄弟比べられるじゃん。同世代にね強い壁がいるとね、いやーちょっとね、それもきついよね。香りがねちょっとね切なくなっちゃいましたね。でもまあ急に化けるからね、そうだといいんですけどね。で香りってもう母ちゃんがほらインファイトのマネージャーでしょ、ミリアンで、父ちゃんヘナシューバーでインファイト開けるじゃん。で長女の春美ね、もう大学卒業してね、これが福利栄養士だからなんだってなって、で次女今自分なんだ13歳なのにアダルトが勝つみたいな頑張ってる人じゃん。でその三女になってちょっと諏訪勇樹さんにちょっと苦戦してるから、やっぱやめるにやめられないというか、だからね本当にだってお家はそこで自由でご飯食べてるからね。そうなんですよ、俺はね諏訪勇樹さんは諏訪勇樹さんで頑張ってるから応援したいんだけど、ちょっと香りの方にもねちょっとねちょっと情が移ってきましたね。切なそうな顔を見るのがねちょっとね切なかったっすけどね。やっぱ前も話したけど、女の子が柔術やるってやっぱり格闘技だし、で本人がやりたいならねいいけど、家族やってるから仕方なくやってる、しかも負けちゃってってなってくると、なんか切なくなってきちゃって、そういう人なんてもうノリノリじゃないですか。だからずっと勝ってるし、キティグッズもらえるし、いや柔術やってる嬉しいみたいになるかもしれないけどね、ちょっとそれはちょっと思っちゃったけどね。けどね、またマリアナ香織とやって、マリアナ香織が勝ってそういう人が負けて泣いちゃうのもちょっと切ないし、ちょっとこれはね悲哀を感じますね、あの2人にはちょっとそれは思いました。であとその次女ですよ、はい、で次女のハファイライム13歳が、自分ナイルは、普通に優勝したんですね、うん、で相手が無差別が相手いないからっつってアダルトの無差別出たんですよ、うん、で決勝戦吉永愛ですよ。吉永愛とやって4対2で、吉永愛にペナルティーが1個入ってたから3対2なんですよ。で最後1回ねスイープが相手に間違えて入ったとかなんとかっつって、それをこれ間違えたっつってヘナとか言って、その容積に見せて、結局それ間違いじゃない、これは日本ってあるってなって3対2で勝ったんだけど、吉永愛相手にポイントを取ってる幅井あゆみで、決勝戦であそこまでの試合をやった幅井あゆみ13歳、中2ですか、これが中2。ASJJF はマイナス1はペナルティの1じゃなくてポイントが1になるんだ。だからあれがなかったら、2ポイントがなかったら取り消されたら2対1で勝ってたんだね。そのぐらいの逸材、中1対中1対高1ですね。すごくないですかこれ。すごい。吉永愛だってもうだってアダルトずっと勝ちまくってずっとで、しかもだってマリアスプロジャパンダブルゴールド解禁をされてで。結局その決勝戦もあゆみに勝ったからダブルゴールなんですよ。ダブルゴール、ダブルゴールで唯一あんな競った試合をやったあゆみ、楽しみですね。中学生、牛乳飲めませんから、もう乳製品アレルギーで昔だから、あゆみも一人ファミレス行ってたし、サイゼリア行った時かな、頭になんかコップみたいなの乗っけてなんか30秒数えるとかそういうことをやってた子供なんですよ。それが中学生になってこんだけ強くなるんですよ。牛乳飲めないのにすごいなと思いましたよ。だからね、ハラミはもう大人になったからあれだけど、あゆみと香りはちょっと目が離せないですよ本当に。個人的には非常にねこれも良かった、あとね東京スプリングは紫帯がすごい良かったんですよ。土曜日、苦杯を舐めた白坂がそうビクトル・ロドリゲスに勝ったんですけど、あれが8対4かなんだったかな、ポイント差すんげえ攻防をやって、あれが俺の中のベストマッチでした。そこで初めて白坂壮選手にコメントを取ったんですよ。で、俺がコメント取る人ってやっぱすごいこれを別で動画を撮ろうっていう人なんですよ。切って出してコメントつけてアップしようと思ってるから、そのぐらいいい試合だった。だって1本決まったら結構聞くんだけど、判定でやったのにコメントを聞いたっていうのはなかなかないんで、白坂壮選手、だからそのマリアスプロジャパンはねちょっと苦杯をなめてたけど、非常にいい試合だった。びっくりしました。でもその負けたビクトル・ロドリゲスとマサトがレオナルド・マサトが無差別はクローザー、決勝でクローザー。そうで、今 R.R.T でもちろんね、ランデルはすごい強いのは、去年の、ね、MVP になってるくらいが強いのは当たり前なんですけど、今、その下の世代が頑張ってる、でランデルがやっぱりもう俺が目立ってるより若いやつらを押してくれって言われて、いやいや、もちろんとはいえだってランデルだってダブルゴールド取ってるし、強いですからね、まだまだね、まだまだ全然強いですよ。それこそだってマスター1で無差別出たってね、全然勝てるぐらいの実力あったと思うんだけど、子供が4人いるから俺はグアム行ってらんねえんだっつって、そうそう、だからそんな遊びにね試合しに何日もか開けるわけいかないって言ったら出なかったらしいんだけど、その2人がビクトル・ロドリゲスとレオナルド・マサトが無差別をクローズアウトしてビクトル・ロドリゲスが一応優勝、ランジェルもダブルゴールドですね。そうです、強いんですよ。だから RR ですごいいいと思いますよ。で、7月2日に、東京代々木のミューズ音楽ホールで開催の、ASJF 主催の ART プロデュース ART4 にビクトル・ロドリゲス出場。これをねまだ発表してないですが、これ来週ぐらいにいろいろ発表したいと思っておりますが、もう出るの決まりました。こんだけねいい試合やってるしガンガンやってるので、これはもういいんじゃないかと、KIT でもねオープニングマッチでバチッと1本決めてますから、やっぱこれはいいんじゃないかってことでビクトル・ロドリゲス出場決定なので、このねビクトル・ロドリゲス、レオナルド・マサト、この紫組のね2トップ、あとはもうボスのねランジェロ・ホドリゲスも含めて、これは注目だと。ちょうどね静岡だから東京にも来れるし愛知にも来れるっていう、ちょっと中間管理職的なところなので、どっちつかずでいいんじゃないでしょうか。非常にねここら辺も注目だったと思います。で、紫ベリーが本当に良かったんでね、それはね結構いろんな選手のコメントも取ったので、それはビクトル・ロドリゲスだったりその白坂壮選手の試合も含めてコメント付きでアップしていきますので、そちらもご期待ください。サイズ感の人たちは世界に出て勝てるかどうかがすっごい難しい階級じゃないですか。日本は対戦相手まだ少ないし、で紫帯ってちょうど中間じゃないですか。でもう本当そうなんだけど、青帯で良かった選手たちも紫で苦戦したりして、でもちろん紫で消えちゃったり結構あったじゃないですか。で紫でフェイバリットというかある程度の定評がある選手はそのまま茶帯行っても急にガクンってなったりしなくて、強豪にでチャオビになった時でもチャオビのトップクラスのハリハリぐらいの実力で出てくる可能性があるので、はい、チャオビのトップっていうのはもう黒帯に近いんで、はい、そういった人たちの中の一人がそこら辺だと思うので、これはね非常に見どころがありました。はい、チャオビ黒帯なんかより紫帯の、色帯たちの元気な姿が見れたのがその東京スプリングの良かったところかなと思っておりますので、はい、それはね試合動画もちょこちょこ出していきますので、そちらの方もねご期待ください。はい、まあ ASJJFね、いろんな大会もあって、これからも4月はないのかなで5月に愛知であるぐらいで、まあ、あと九州とかになってくるんで、これもだからあれなんですよ、ちょっと谷間の大会になっちゃうんで、でこれからちょっと5月の錦糸町は SJJJF の全日本じゃないですかね。なのでちょっとASJF とはまた違うので、またここで一段落になっちゃうのかもしれませんが、はい、そこら辺もね含めてちょっとどうなるか注目していってほしいと思っております。はい。続きまして、はい、IBJJF パン選手権総括。はい、この、マリアスプロジャパン、うん、そして、東京スプリングの裏で行われているのが、IBJJF パンということで、はい、パン選手権、はい、だから本当これもねもう事前のやつが何にもできなかったんですが、うん、で今回もね結構成績良かったですね。日本から行った選手たちは、はい、まあいないっちゃいないか。日本から行って、どうこうって言った選手は本当少なかったんですけど、うん、まあアメリカ在住の日本の選手たちだから一番は。丹羽飛龍ですよ。そうですね。ニュースター級準優勝。はい、で、その丹羽飛龍に勝った選手が UAE、はい、アブダビですよ。はい、もう中東初のパン選手権王者。あ、そうなんだ。で、パンダムの歴史の中でパンダムの1回目で96年97年なんだけど、はい、それがもう20年ぐらいやってるわけじゃないですか。20年以上かやってる中で、ブラジル人とかアメリカ人以外の選手同士の決勝戦は初だったらしいです。そうなんだ。日本対アブダビ、はい、でアブダビ初のパンダムチャンピオン、はい、黒帯でね、これも結構歴史的なことじゃないですか。でだって丹羽飛龍だって初出場だからね。あ、そうですよね。で黒帯になって一発目なわけじゃん。パンは初めてですよね。そう、うん、すごいと思います。これ快挙じゃないでしょうか。はい、非常に良かった。で、ライトフェザーは島田裕太、はい、3位ですね。だから島田裕太ね、やっぱもうね、まあ、ニューヨーク在住でいろいろね、いろいろ大会でポイント貯めまくって、でやっぱローカル大会も優勝とか準優勝もすごい多いですけど、はい、メジャートーナメントで3位入賞、これも非常に快挙じゃないですか。はい、非常にこれも特別すべきことだと思っております。あとはチャオビ、はい、でカウアタイの優勝、あか、そうカウア、カウア優勝で、あとはアレクサンドロ側の息子、はい、グスタボ側も、決勝でクローズアウトかな、はい、で一応メダリスト、はい、あとはそのぐらいかな。うん、どうですか石井さん。いや面白かったです。はい、だから本当に丹羽選手の決勝の快挙もそうだし、うん、やっぱり島田選手はまあムンジアル前最後の試合になるのかな。うん、いやまだ出るんじゃないですか。じゃあサンデーオープンとかいろいろあるので、細かい試合も調整で出れるのか。もちろん調整もあるし、ポイント少しでも多く稼いでおく手ってもあると思うので、そしたらポジション的にもっていうことですよね。そうですね。やっぱそういうのもあるし、非常に良かったと思いますね。で、まあで俺他の試合はあんまり見れてないんだけど、その日曜日の夜じゃないですか。であんだけドロドロになって帰って作業しながらちょっと見てたんですよ。はい、で4時ぐらい近づきちゃってね落ちしちゃったんだけど、で改めてその黒帯決勝戦全部一通り見たんですね。丹羽飛龍の試合だったり、あとライトフェザーもジエゴパット負けましたからね。はい、負けましたね決勝ね。ベイビーシャーク強い、はい、まあそんなにガンガンやり合う感じではないけど、やっぱりあれベイビーシャークだった。そうです。ジオゴヘイス、うん、ジオゴヘイスがベイビーシャークもこの間の ADCC で僕初めましてだったんで優勝したんですよ。うん、だからそれでベイビーシャークが出て、あとはもうこれ特筆すべきなんですけど、アダム・ワルジンスキー、はい、7対0から逆転勝ち、はい、11対何かなパスバウンド決めるみたいな感じで、もう7対0だったらもう負けるじゃん。まあ、黒帯だったら諦めるやつですよね。そうけど10分だから、はい、そっから盛り返せるというか、アダム・ワルジンスキーの試合良かった。これはねもうぜひ見てほしい。非常にアダム・ワルジンスキーの粘り強さ、バタフライガードからのクスイップ、あそこからのパスマウント、もう非常にね、胸熱くなりましたね、かっこよかった、アドバルジンスキー。あと女子も、はい、結構そのフィオン・デイビスと、ね、あそこら辺の選手が出てきたり、うん、でもちろんマイスさんもやっぱ盤石だったり、であとジェニファーが負けちゃったり、けどいろんなやつがあって、エイミー・カンポも負けちゃいましたね、うん、でエリザベス・クレイが勝ったり、結構ね、このパンダムの2の後にムンジャルじゃん、うん、でこれもう前哨戦みたいな感じじゃないですか。はい、でパンダムで勝った選手がムンジャルで連覇したり、パンダムで負けたけどムンジャルは取りこぼしせずみたいな、うん、この最後の一番の大きいトーナメントがこれだったんで、はい、無差別本当最後の調整ではないですね、2ヶ月あるから、うん、調整ではないけど、ここで勝った選手たちがムンジャルの優勝候補であるのは間違いないと思うので、やっぱこれは見とくと面白いと思いますよ。メルガリがオープンとあれ、そうそう、メルガリ初じゃないですか、ダブルゴールド、パンダム、メルガリもだってもう今ニューウェーブ技術で、ヘンドグレース所属出てましたね。そう、ヘンズでしたね。でメルガリも本当もう盤石な感じでしたね。であれなんですよ、本当フェリッペ・アンドリューとかあそこらの重量級の人たちが結構、はい、まあ、アダムが勝ったりなんだりで、うん、結構勢力図も変わってきたのかなってちょっと思いましたね。でやっぱそういうでブラギーニャもだってこれ着てましたよね。あ、そうです、そうね、これ着てましたよ、はい、レアンドロの T シャツ。そうですよ。でやっぱそういうのもあって、まあまあ、この海外大会なんでね、無料で見れないんですが、ぜひ、フローグラップで入ってる方はぜひ見てください。これを見てからムンジャル見るとまたより一層面白いと思います。で単体で見るんだったらもちろんニワヒリの試合、はい、あとはそのさっき言ったアダム・ワラジンスキーとエリック・ムニスだったかな、うん、フェリッペ・アンドリーだ、フェリッペ・アンドリーだ、はい、それの試合をぜひ見てほしい、うん、もうこれぞ柔術だ、もう諦めなければねチャンスがある。アダムよかった、ホンダ・アダムよかった、はい、まあ非常にアダムね、メタル好きですから、俺とも話合いますから、はい、でそれも含めて、ぜひ見てほしいと思っております、うん、IBJJF パン、はいぜひぜひチェックしてみてください。では最後に、はい、JBJJF 東日本見どころ紹介。はい、JBJJF 主催の、東日本選手権、これは八王子ですね、はい、八王子エスポルタアリーナで4月1日2日の2日間にわたって開催されます。はい、この2日間、土曜日が階級別の白帯で紫帯、はい、でオープンクラスですね、青茶黒ので、日曜日が青茶帯黒帯の階級別と、白帯と紫帯のオープンクラスという感じで行われますね。これをじゃあざっと見ていきましょうか。はい、でじゃあ土曜日の紫帯、はい、注目選手いますか？紫帯のアダルト、はい、結構白帯本当多いんですね。あ、正田幸輝、石原、息子出るじゃないですか。でも、あ、ソフィア出るわ。ソフィア出るわ。息子出ますよ。じゃあ、これ、で、ジオゴタダ。はい。正田幸輝、石原。正田幸輝と石原って、だって。正田選手がこの間、リオにやられたじゃないですか。そう。石原もリオにやられたじゃないですか。はい。だから、正田選手を、すごい、春は、あれ、評価が高くて、はい、ぜひ。一度やってみたいと。いやー、そうですよ。だって本当はだってこのカードね、うん、KIT で一回オファー、あ、そうですね、したんですよ。はい、で試験があるからダメだったっていう、はい、私はここで見れる、はい、かもしれない、はい、これもいいんじゃないですか。いいカードですよね。はい、うん、でフェザー級、萩原大輝選手がやっぱ出てますね。はい、萩原大輝選手この間のマリアスプロジャパンで優勝してました。なんかSNS で見たらなんか復帰してどうのこうのって書いてたんで、ちょっと間試合離れてたんだけど、ここでじゃあ連続参戦と、はい、2週連続の試合ですね。岩崎選手は無差別に出てましたね、1月のね。はい、であとは関澤選手、金田の古賀という感じですね。はい、そして、ライト級はもうシーザー・ゴンザレスですよ。シーザーもね、もうしょっちゅう試合出てますね。で土日も両方とも出て、はい、土曜日はどうだったかな。で日曜日はね、ノーギダブルゴールドで階級別優勝つって感じで、今これも非常に調子いいんじゃないでしょうか。はい、はい、ミドル級、あ、白坂壮選手、最近金谷さんのね一押しの白坂、いやそんな押してないんですけど、いや1試合良かったってだけでいやそこから先分かんないですよ。はい、ここからもっと上がってくるのかもしれないし、1試合だけなのかもしれないし、はい、っていうのはちょっとありますが、ここら辺は良かったんじゃないでしょうか、はい、っていうところですね。だから紫もやっぱちょっとそんなに多くないですかね、うん、1234階級、はい、ということで、ここら辺をじゃあ土曜日はこれが見どころという感じですね。じゃあ日曜日の方見ていきたいと思います。はい、日曜日、茶帯どういった選手が出てますか、石井さん。チャオビはアダルトの、まずライトフェザーで、三田に移籍した岡選手、あ、ソエル、はい、と斉藤翔です。ソエルじゃない、スエル、スエルです。はい。あ、じゃあもうそこでもういきなり出てくるんですね。だからこれワンマッチだからもう絶対やると。そうですね。いやこれもいいカードじゃないですか。いいカードですよ。岡選手はね、すげえガンガンアグレッシブスタイルなんでね。ダニーロみたいですよね。ね、いや本当そんな感じですよね。勢いがある選手だったんですよね。あ、チャオビ一試合のみ。はい。あら。じゃあこれもういやおうなしにもね、これが注目試合と、うん、で黒部ライトフェザー、これもあんまりアダルトに出てきてなかった人たちじゃないですか、うん、今までのライトフェザーで、はい、あれ宮地選手、はい、でまあ井手智朗選手、はい、そして篠田選手、あれ篠田選手これ黒部デビュー戦ですか。そんなことないんじゃないかな。出てます？いや出てないのかな。いやあんまちょっと記憶にないんですが、うん、でこの3人ともちょっと新鮮な顔ぶれかなと思いますね。うん、そしてフェザー級大柳連投、大柳圭斗で山田洋平、これだってアダルトですよ。そうですね、もうマスター3くらいの年齢なのかな。で横浜三兄弟の長男、はい、大樹でラバンバも黒デビュー戦、これデビュー戦ですね。で古巻選手で地元、はい、八王子、この5人でライト級宇津木浩とキム・ハンヘ、これも連投じゃないですか、宇津木選手。そうですね、勝ってます。この間もいい勝ち方したからね。マリアのチャンピオンですからね。でこれが出てくると、はい、これも楽しみ。はい、であとじゃあ無差別、女子の方行きましょうかね。あんまりいないと。そうですね、女子はもうまあ奥富さんと、本当だ、奥富さん頑張る、どすこい奥富、これぐらいで勝ってると。はい、あ、ということは土日はそんなにやっぱこっちの谷間の大会みたいになっちゃってるんでしょ。やっぱ八王子遠いって言ってあれなんですかね。いやでも駅前じゃないですか。けど2日間にわたってやるぐらいだからね、結構あれだけど白帯とか多かったですからね。はい、まあこれはもうバッチリと盛り上がるの間違いないんでね、これも俺も行きますから、はい、バチッと行きたいと思いますので、八王子の皆さんよろしくお願いします。お願いします。忍者フェイスカバープレゼンツ BJJWAVE 橋本でした。石井道場石井でした。また次回お目にかかりたいと思います。さよなら。さよなら。